ケッタシ、腹立つな。きっと早速昇進してるぜ。私たちをずっと騙してたってことでしょ。ああ、思い出したらまたムカムカしてきた。エアリス、何か気になる？人を見るね。少しだけ自信あったんだ。もう忘れよう。どうすんの？シンラもクロマテリアを狙ってるってことでしょ。急いで追いかけないと。追いかけるったってどうすんだよ。神殿の場所を知ってるのはケット氏だよね。神殿は知らないが、タークスのヘリなら追跡可能だ。本当？専用の周波数を知っている。連中が無線を使えば居場所がわかる。無線機ならタイニーブロンコについてるぜ。やったな。よし、俺は先行って準備しとくな。じゃあ。なんとかなりそうだ。俺たちも神殿に向かおう。クロマテリアは俺たちがもらう。クラウドさん、キッドじいさんから連絡が来ました。おつなぎします。久しぶり。ゴブリン一族の末裔キッドじいです。ずいぶん待たせちゃったけど、試練の準備が整ったよ。砂漠の秘宝が欲しければ三号魔航路の砦まで来るんだね。それじゃあ待ってるよ。秘宝をめぐる試練の再会だね。サボテン岩探しだね。
Thank you.
めろ。寝返りやがったな。ドンが丹精恩を仇で返しやがって、この白状どもが。どの口が言うんだか。兵隊として使い捨てにしてたくせに。どうなるか分かってんだろうな。あんたらに砂漠の秘宝はふさわしくないよ。客が来たから帰ってくれないか。ここで何をしている。はあ、お前らのせいだろうが。俺様の計画をことごとく潰しやがって。ゴールドソーサーを追い出された哀れなドン、灼熱の砂漠をさまよった果てにこの場所を見つけ、少しだけ休ませてほしいと言っただけなのに、それをこいつらは。砂漠の秘宝を奪おうとしたから帰り討ちにしただけだよ。バケヤロー、世界中の金銀財宝は全部コルネオ様のもんなんだよ。コルネオランドを新たに作るためにも資金は必要。秘宝欲しい、欲しいったら欲しい、欲しい、欲しい、秘宝欲しい、欲しい、秘宝欲しい。ドン、ここは一旦引いて、あいつらが秘宝を手に入れた後に襲って奪っちまいましょう。カルネオファミリー一旦退却。グッバイ。バイバイ。待たせたね。邪魔者もいなくなったし、始めようか。さあ来い。とっておきのおもてなしだよ。これがとっておき？色が違うだけじゃん。クラウドさん、彼らはサボテンダーの天使です。その希少性ゆえにサボテンダーたちの中ではヒーローとして崇められていると言います。ぜひともバトルデータの収集をお願いします。それじゃ第三の試練と行こうか。よっ。
少女創業中シュシュシュガレキャッソーラーシュアートフラッシュスネルコとヤカオのごとくフッシュラブルコとクリニットをごとくフッシュマイチョアマクラフッシュシュシュかけらは4つだったな、うん、その通り。次の4号魔鋼炉で最後さ、秘宝の正当な持ち主があんたなのか最終試練で確かめさせてもらうよ。
勢いすぎる。おう、任せた。何だろう。お手本見せてやる。いただき。それ、ほっ。お手並み拝見。落ち着いていく。頼られたな。ぶっ放す。どけどけ。こっちはどうだ。お背中。どうだ。このように舞い、トンベリのようにうまくやってよ。おう、任せとけ。はい。マジかよ。準備万端。持ち起きたい。伝説の剣豪であるという記述を発見しました。伝説の剣豪？はい。そのためゴブリンたちもクラウドさんに試練を与えて剣の出前を確認しているようです。そうか。最後の試練に向けてサボテン団たちが巣穴を通じて集合中です。総力戦が予想されます。それでも僕はクラウドさんを信じています。頑張ってください。よし、行こう。ようこそ最後の試練へ。あまたのサボテンダーをくぐり抜け、よくたどり着いたね。覇王文書の一節、異世界より流れ着きたる砂漠の秘宝、それは伝説の剣豪のものなり。俺たちは聖典を信じて代々秘宝を守ってきた。あなた方は文書に記されたその剣豪でしょうか。もちろん。え？任せて。うん。
るはずだ。堅牢な彼らを打ち破ることができれば、秘宝の正当な持ち主と認めよう。それでは最後の試練始め。知らないよ。これでよし。届け。はい。よし。せーの。うん。何が起こるかな。うん。よし。それ。当たれ。よし。ここは手堅く飛んでけ。よし。近づくと危ないよ。ほっ、うん、あっ、よし。ほっ、え、よし、え、よいしょっと、うん、これでよしっと。ほっ、よし。どう、見てて。よしっと。はっ、えい、はっ、よし、はっ、よいしょっと。ほっ、えい、よし。下地線見る？ほっ、行くよ。どう？よし、怒ったから。よし。いっけ！飛んでけ！え？うん？よいしょっと。ほっ、見てて。はい、よし、よし、当たれ。ほっ、よし、どう、届け。えい、何が起こるかな。よろけてる。危ないよ。ほっ、うん、見てて。よいしょっと。よし、どう、飛んでけ。くっ、それ、やだ。うん、こっちこっちから、分けて。へっ、行くよ。これでよしっと。よし、はっ、どう、はっ、うっ、ほっ、へっ、へっ、はっ、近づいて見る。飛んでけ、それ、よし、いっけ、ほっ、離れてて、へっ、届け、トリュー、当たれ。ここは手堅く飛んでけ。行くよ、よし、えい、うん、ほっ、いただきます。はっ、よし、よし、うん、えい、飛んでけ。ジョイコお待ち。ほっ、この目で見せてもらったよ。あんたたちが覇王文書に記された伝説の剣豪に違いない。それで実は最後に頼みがあるんだけど。そうか。
こまでだ。おおっと、動くなよ。文書だか剣豪だか知らねえが、秘宝にふさわしいのは我らがドン・コルネオ様に決まってんだろうが。その秘宝、おとなしく渡してもらおうか。おに、その源氏は我のもの。神妙に献上せんか。どうなってんのこれ。下がってて、秘宝を守るのは俺たちの役目だから。お前はわしらだ。まだやる？これで終わったと思うなよ。すでに新天地の目星はつけてある。ファミリーを再建した暁には必ず。必ずお前らをすりつぶしてやるからな。お前手上がれ。それでさっき言いかけた最後の頼みなんだけど、俺と戦ってくれないか。伝説の剣豪の力ってやつを味わってみたくなってね。いいだろう。集中、連携しよう。待ってました。どっちか。どうだ。どっちはどうだ。うまくやってよ。おう、任せかかるんだ。これで、うん、この野郎いけんだろ。いざ当たる。気合い入れてけ。準備万端。攻めることダカオのごとく。腹を手並み拝見。やってる。この何。おう、引っ込んどけ。逃がさねえぞ。やってやる。そうだ。叩き剣。シュン。頼んだ。待ってました。はあ、どっちはどうだ。お手本見せてあげる。攻めることでしがしが奪ってる。俺が出る。
叩き切る。決めてやれ。胸が悔しいが仕方ねえ。押し切る。すべてをかける。叩き込め。しゃあねえ、やったろ。さすがは試練を乗り越えし、伝説の剣豪ってとこか。改めて、砂漠の秘宝はあんたのものだ。俺たちの役目もここまで。明日からは新しい物語を紡いでいくよ。そうか、頑張れよ。どこかで会ったらまた正々堂々と戦おう。ああ